吉田さん iPhone なくしましたかまあ出てきてよかったですね。まあ焦る気持ちは分かります。私もね、二度ほどなくしたことがあるんですよ。一度は平和公園でなくしましてね、撮影中に落としたみたいで見つからなかったんですよ。ですぐに帰ってパソコンで位置検索をすると、あの平和公園の中の事務所の中にあったんで、あ 事務所の方が拾ってくれたんだなと思って電話をかけてね「あそれ僕のです」っつったらね <laughs> すぐ取りに行けたっていうのがありますもう一つはどこでなくしたかわからないんですけどもあのー、なんか街中でなくしてね広島ので、えー、検索をかけたんですよやっぱりそうしたらどっかのマンションかなんかの一室にあるってことが分かってですねで電話をかけたら出てくださってて外国人の労働者の方がですね、あのー、拾ってくれたみたいで あ,のあと今度届けますよとか言ってくれたんですけどもこれから取りに行きますんで住所こちらで分かりますからすいませんけどもご対応お願いしますみたいな感じでねあの取りに行ったんですよね。まあ、そしたらあのバングラディッシュの方が何か何人かで雑居しているところだったみたいでねで非常にあのいい方で。 スッと渡してくれてでお礼にと思ってちょっとねお金を渡そうとしたんだけどもあいいですいいですって受け取らなかったんですよでその方がお勤めになっているお店がまあバーってことが分かりましたんで、えー、後日そちらの方であのやっぱりねしっかりとお金を使って帰ってきたって形になりますけどねであとね自分のことではないんですけども、まあ、人の iPhone をなくした時に、あのー、付き合うことがあってねでそれっていうのは非常に簡単でなんか最近は iPhone を、ね、なくしてもう出てこないってことが分かったら あのカスタマーセンターとかに行ってですね、えー、ショップの方に行ってで iPhone の機能を全部停止することができるらしいんですよその上で新しい新品の iPhone をポンと渡されてでデータ移行をその時点ですると、うん、元通りにほとんど元通りになった iPhone がポンと新品で手に入るみたいなことがあるみたいなんでねああやっぱりテクノロジー進んだなと思いましたねさすがにねあの iPhone 本当に便利な分だけなくしたら結構ね感情にきますよね で、えー、人間は感情の生き物なんですけども同時に理性で感情をコントロールしてるんですよね、まあ、これよく言われることなんですけどもその上司がね憎いと思ってね腹立つなあの上司とか言ってじゃあぶっ殺しに行くとか言ったらね別にそこまではしないけどねっていうことなんですよつまり怒りをコントロールしてるんですよここまでの怒りではないよと、まあ、この辺に押さえとこうかなみたいな感じで自分で怒りのバロメーターを無意識に調整してるんですよね だから冷静にその怒りはどのぐらいなのって言ったらちょっと陰口をね飲みながら言ったら収まるぐらいみたいなで、えー、赤ちょうちんで上司の悪口言ってお酒飲んだらコントロールが完了して明日からもしょうがないからやってやっかみたいな感じになってねリフレッシュするみたいなまあそういうふうに人間ってのは感情をある程度コントロールできるんですよねで今回安倍総理が暗殺されましたけどもあの辺っていうのは怒りを 実行レベルでコントロールするように考えていったのかなと思うんですよ。というのが、銃を作るっていうところもね、結構簡単ではないですしね、やっぱり部品を買いに行ったりとか、試してみたりとか、いろんなことを考えたと思うんですよ。それで前日には岡山に入って、あこれ無理だなと思ってね、感情のままに突っ込むんじゃなくて、これは難しいな、また次のチャンスを狙おうかみたいな感じで、今度は奈良に行ってみたりとかね。 まあそんな感じで自分の気持ちをコントロールしながらコントロールしながらベストのタイミングを待ったということで結構計画的で冷静だったんじゃないかなと思いますねまあでもそのぐらいまたねこの話引きずってあれですけども宗教っていうのは人のマインドをコントロールしちゃうんですよねまあ恋愛っていうのも一種宗教みたいなもんで愛するあの人のためにみたいな感じでね自分の我が身をコントロールされちゃってるところがあると思いますしそれからビジネスに 正直になることもビジネスにマインドコントロール受けてると思いますよね。だからある意味ね、ビジネスにマインドコントロール受けてない人はどんなことを言うかっていうと、もう部長勘弁してくださいよ。部長が帰らないから僕らも帰らないじゃないですか。なんですか部長は。仕事人間ですか僕たちを巻き込まないでください。僕たちはこの会社の社員でいる前に一個の人間なんですからみたいな感じでね。正当な主張でしょでそういう人たちから見ると、 当時のその部長だか社長だかみたいな一人で残業してる人はもうおかしい人なんですよね。あ、この人会社に洗脳されてるわ。こうはなりたくないよね。ってうわーみたいな感じで相入れてない存在なんですよね。向こ方向が変わってるんですよ、全然。仕事はパーフェクトにやって当たり前でしょっていう考え方の方。まあそれは強制されるところもあると思いますし、自分のためにやってるところもあると思いますけども、そうじゃないと。仕事は給料分やれば結果はあんまり関係ないと。 給料がもららえればいいんだからそんな高い給料とかね出世を望んでるわけじゃないよとでもたまたま出世できればいいかなとでもどちらかというと今日が楽ならいいよみたいなねそんな気持ちの人は多分何者に,にも染まってないんじゃないですかねだからどこを聞いてるかによってその人が痛た、うん、にも見えるし実は正義にも見えるということかなと思いますだから今ね振り返ってみると私たちは経営者の立場から なんててやつだって思うでしょこいつらお前らのおかげでお前こっちが残業してるのは何がわかんねえんだよみたいなねでももしかしたらたった1回でもいいから「そうだな」と「今日はもういっかみんなで帰ってさ肉でも食いに行こうぜ」って言った方がもしかしたら取り込めたかもしれないですよね確かに毎日残業徹夜大事かもしれませんけども逆を返せば1回ぐらい自分も込みでね仕事を放棄しても変わんないと思うんですよ。 で、そそそれれれがが毎日それだっったら困りますけどね。そっか、俺帰帰んんなないとみんな帰れねえよなと。よしじゃあやめようかよし終わり終わりみたいな感じで物分かりのいい上司を演じてもよかったのかなと思うんですよつまりこうやって他者の感情をコントロールすることも今振り返ってみたらできたのかもしれないなーっていうふうにね思っちゃいましたねいやこれはね吉谷さんのというよりも私自身もそうでしたからねはいということで感情はコントロールできるということでございましたいってらっしゃい